オルマンのシーバス塾、職業釣り師のオルマンマサヤです。今回のシーバス塾はハゼパターン攻略法についての授業です。ハゼパターンはね、バチ抜けシーズンでバチが抜けない時の保険になるようなパターンです。これからの時期活躍する場面が多くなってきますので、ぜひ最後までご覧ください。ハゼパターンのコツなんですけど、基本なんですけど、極力ボトム付近をスローで泳がせるといいと思います。ハイシーズンでもミディアムリトリーブでもいいんですけど、シーバスもハゼを意識しているときは浮き上がって捕食しないことを覚えておいてください。トレースコースがすごい大事になってくるんですけど、岸に近くにつれてだんだんこう浅くなる地形あるじゃないですか。斜めに切って感じでトレースさせるといいですね。真正面ではなく斜めに切るようにやってくると、最深部深いところも効率よく通せるのがね、斜め切りのトレースコースになるので、ハゼパターンの時は真正面ではなく、できる限りこう斜め方向トレースした方が釣りやすいので、斜めトレースコースでルアーをボトム付近で探ってきた方がより最深部が探れることを覚えておくといいと思います。でこのハゼパターンの攻略法なんですけど、まずボトムまで着底します。ボトムギリギリをね、こう、まあ、これがそこだとしたらこう引いてくる感じです。平坦ではないので、石や、ゴミ、まあ、自転車とかいろいろあると思うんですけど、そういうストラクチャーがあったり起伏がねあったりします。そこにルアーをぶつけていくイメージ、それはなぜかと言いますと、そういうストラクチャーにコンでぶつかったらルアー跳ねるんですよね。この跳ねた時にバイトしてくることが多いのし、であとね、シーバスこの変な動きした時にコンってつい反射で行ってしまう、まあ根掛かりがこう根掛かりを避ける感じでやる感じがいきます。特にこのシリテンバイブ柔らかいので跳ねるんですよ。シリテンバイブがこのストラクチャーに当たった時の跳ね方と、 ABS のマービーがぶつかった時の跳ね方、あと鉄板バイブのアヤマービー55の跳ね方が全然違います。で特にこのシリコンのいいとこは音しないですよね。これ皆さん水中でめちゃ響くので、例えばこれが石だとするじゃないですか、こういう音がします。反応するやつもいますけど、擦れれば擦れるほどシリコンの音がしないので、そこでポンって跳ねてシーバスが食ってくるシーバスが多いと僕は思っているので、ちょっと根掛かり多くなってしまうんですけど、ルアーをぶつけながらそこをトレースしてくるのが、まあ、ハゼパターンの特徴だと思ってください。であと、まあ、リフト&ホールなんですけど、ルアーをそこまで沈めてこうリフト&ホールさせるんですけど、何回かこうそこを取るようにしてください。もうボトム付近をこうやってリフト&ホールさせる感じですね。シリテンバイブの時止めといてまた5秒放置してポッて動かしたり食ったりするんですよね。これはまあストライクヘッドでもありえることなんですけど、特に柔らかい波動のものだと3秒とか5秒放置してまた動いた瞬間にバッて食ってきたりするので、試していただくといいと思います。ボトムデジ巻き一度着底させます。でそこからこういう三角巻きですね、あんま早くやるとルアーが浮き上がってしまうので、もう極力ボトムでカッ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 てこういう動きですね、このボトムデジ巻き、これもよく釣れます。手長エビ食ってる時も使えるので、ボトムデジ巻きで、ね、これ結構長い期間使えるので、ね、ロッドを使わずリトリーブだけなの、本当ね疲れにくいのもあるので、ぜひハゼパターンでボトムデジ巻き試してみてください。で次、このハゼの見つけ方なんですけど、定位置によってまず、泥、砂、砂利、岩盤とね、で徐々に流れが速くなってくるんですよ。流れが速い定位置ほど基本シーバスがね好きな水底になってはいるんですけど、ハゼに関しては泥砂ぐらいまでの定位置でないと居つけないので、砂底ぐらいまでの場所を探すといいと思います。これどういうことかと言いますと、まあ皆さんご存知ハゼそんな泳ぐの得意ではないので、でハゼがちゃんとそこに定位できる泥底、まあいて砂ぐらいなので、定位置が柔らかいとこをやればハゼがいると思っていただければいいかなと思います。ぜひねこの春皆さんハゼパターン試してみてください。で次にね、ハゼパターンにおすすめルアーなんですけど、まあ僕一番使ってんのはこれですね、シリテンバイブ73ですね。まあこれは 73mm の 17g、 まあこれぐらいの大きさがちょうど底も取りやすいですよね。まあ僕的にはだいたい 15g 前後のものを使うんですけど、まあマービー70ですね。まあよく使うのはこういう黒金であったり、まあとパープルパールです。であと、まあ、鉄板バイブも使うんですけど 55mm ですけど、まあ、自重の軽い 13.5g のアイアンマービー55を使うことがあって、あとまあ保険でストライクヘッドの 8g と 12g ぐらいですね。あんま重すぎると根掛かりが頻繁になってしまうので、できる限り 15g 未満ですよね。で水深が深いところでこういうマービー90とか使ったりするんですけど、なかなかね水深 5m ラインでねハゼパターンやるの難しいので、水深 2-3m のとこを、まあ、15g 前後のバイブレーション使っておけばいいかなと思います。でカラーもブラック系とこの反射しない湾岸コノシロとか、場所によってはこういう銀粉系の光ったものもいいんですけど、基本まああんま反射しない
カラーが釣りやすいかなという感じです。ゴールド系とかあんま反射しないね、こういうゴーストカラー系のパールとか、その辺のカラーを使っていただければいいかなと。まあ鉄板バイも僕、まあ、使っても本当ね、こういう赤金とかグリ金とか本当地味な色なので、その辺のカラーを使っとけば問題ないかなと思います。もうハゼは基本それほどねフラッシングとか必要のない釣り方なので、この辺をハゼパターンで試してみてください。概要欄にハゼパターンのおすすめルアーを載せていますのでチェックしてください。そしてハゼパターンで攻略の必須ルアーシリテンバイブ73のシークレットカラーを先ほどシーバス大学で発売開始しました。気になった方は概要欄かここをクリックしてください。チャンネル登録もお願いします。おすすめルアーの発売情報や新作動画をお届けします。